こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は統括運営のことについてちょっと解説したいと思います。なかなか統括運営は全員が全員経験できるものではないので、もしかしたら私関係ないわって思ってる人がいるかもしれないですけど、あちこちでこの、統括運営やってるの見たりとか、あ、今日統括のお祝いだねとかっていう風にして、沖縄の文化風習を感じるにはとてもいい、とてもなんかこっちが見てても嬉しくなるようなお祝いなので、ぜひ覚えていてください。で、統括運営は旧暦の8月8日ですね。2021年は、9月の15日です。で、統括運営って何なのって言ったら、88歳のお祝いです。お祝い。で、旧暦の8月8日、8月8日だから88歳ね。統括運営。県外で言う、米寿です。ベイジュね。で、満87歳。満87歳、数え88歳の長寿を祝う、行事です。で、今年だったら、昭和9年生まれ、1934年生まれの方が、この統括運営の日になります。なので、この日、なんか、着物着てる人だったりとかっていうのを見たら、写真写しに行く人もいますね、写真館にね。で、おめでとうございますって一言声かけるといいかなと思います。こういうことができる大人になりたいなって最近思います。で、88歳が米寿って言われるゆえんっていうのは、もう皆さん知っての通り、88って書いたら米っていうね、漢字になるから米寿。でも言われているんですけど、このお米っていうのがキーワードになってきます。トウカチっていうのは、トカキって言って、竹でできた、竹でできたもので沖縄では、マスに盛ったお米を平らにならすための棒のことを言います。で、このトウカチの時には、8升8合。だから1升が10号だから、1升が10号だから88号ってことだよね。88号のお米って今までの人生でなかなか見たことがないと思うんですけど、この88号のお米をザルとかなんかこれに持ってお米、この88号、8升8号ですね、入れて、トカキを3本、この竹の棒を3本立ててるの見たことありません？こんな感じで。で、これを多分見たことあると思うんですけど、これ床の間だったりとか仏壇の横にあったりとかっていう風に飾ります。床の間ある人は床の間なんですけどね。で、8升8合のお米をどうやってやるかって言ったら、1升のマスがあるじゃないですか。1升のマス。マス。マスね、マス。一升のマスで、これですり切りやって8回の8升になりますよね。で、マス、5合のマスですり切り1回。で、1合のマスで、これもマスね、これもマスね。1合のマスで3回。測ってこっちに入れます。そしたら8升8合のお米がここに山盛りになりますね。で、このマス、使ったマスは大中小って積み上げて、だいたい積み上げようと思ったら斜めにしないといけないんですけどね、積み上げて、このお祝いの飾りとして横に置かれていたりとかしますね。で、このマスには赤い紙とかこうやって巻きます。お祝い用のマスにします。で、一升のマスには、これ、
書いて、ベイジュの10ですね。10書いて、午後には米って書いて、祝いって書いて、これが一章だから、これが午後、一号、反対になりますよね。だから、祝い、ベージュってなるように積み上げて、綺麗に飾ります。で、これ赤い風呂敷とか、布を敷いた上に、このお米を飾って、このマスを飾ってっていう風にするのが、十日中へのお祝いの飾りです。で、昔は、この人、88歳ってね、長生きじゃないですか。で、この長寿の人が、この自分たち の家族からいると、子孫の寿命がその分だけ奪われるっていう考え方、ひどいよね、なんかね。奪われるっていう考え方もあって、地域によっては、この長寿祝いでは前の晩に、模擬葬式を行ったっていう地域もあるんですね。今もやってるかっていうのは、なかなか多分今は聞かないんですけど、十日ちゅうえいでは、その長寿にあやかろうって言って、来客者にはトカキ、このね、竹のやつ、こんなの持ち帰ってもらったことない？こういうトカキの中で持ち帰るんですけど、ここに私だったら高安香りって名前が書いてあって、こっちに岩井ベージュとかって書いてあって、よくお家のね、なんか倉庫とかにあったりとかね、仏壇の下にあったりとかしますけど、これを配ります、お土産に。で、他にお土産を持たせるんですけど、喜んぶにかけたお祝いのポチ袋みたいのに入った、スコンブだったりとか、塩とか、かつお節とかを紙に包んで持たせるところもあります。で、100歳の100を意味する桃を、でも沖縄って桃って育たないので、沖縄の山桃ですね。山桃とか、島豆腐を薄切りにして、干してから炙ったもの、ルクジューって呼ばれるんですけど、ルクジューって60ってことね。で、ルクジューとも呼ばれる、この十日ちゅうえ独特の、ものがあるんですけど、このルクジューは1個で60歳だから、これを2つ。桃は1個で100歳だから、これは1個でいい。山桃は1個でいい。で、この60を2つだったら、120歳まで長生きするよ、これは100歳まで長生きするよっていう願いが込められたものをどっちか渡す場合もあります。で、その他にも、琉球菓子の町かじ、松の風って書いて町かじですね。町かじとか、サーターアンダギーとかを配るお家とかもあります。で、十日ちゅうえいは、どういうふうにやっていくかって言ったら、目逃げって言われる、前の日の、拝みからスタートするんですね。3日ぐらい前からだいたい前日ぐらいまでの間に、その人本人が生まれたところの産川と村上先祖のお墓に対してお祝いの日にちを伝えます。いついつお祝いしますよっていうのを言って、長生きさせてもらってありがとうございますって、滞りなくお祝いができますようにっていう事前の報告ですね。これを目逃げって言います。でも現代では目逃げが各家庭の日ぬかんからのお通しに変わってきてます。これ屋敷ゆがんでも一緒ですね。本来屋敷ゆがんでも、産川と村上に行かないといけないんですけど、日ぬかんからのお通しに結構変わっているところもあるかなと思います。で、私たちも時間が許す限りは産川村上行って、屋敷ゆがんとかもするんですけど、できれば産川村上お墓とかへは行った方がいいんじゃないかなと思います。で、その時に持っていくものっていうのが、うちゃぬくと、瓶子、汁かび、果物線香。で、この時、うちかびはいらないです。で、これをお供えして、拝みのグイスとしては、ひぬかんから通すんだったら、ひぬ神様ってなりますけど、場所によって村神とか、お墓先祖に置き換えて、いつものグイスですね、旧暦、新暦、自分の住所、お父さんの名前と、お母さんの名前と、続き柄と名前と、を伝えて、私の、例えば父親が、十日ちだったら、私の父親である誰々 の何年の男が今年88歳の十日ちゅうえいを何月何日に迎えることになりましたと、8月8日ですね、旧暦の。で、この目逃げ、前の拝みとして目逃げとして右眼してますと、これまでお父さん健康で今日の日を迎えさせていただいてありがとうございますって言って、神様やご先祖様のおかげですっていうふうに話をします。で、もし日ぬかんから通すとすれば、これにプラスこの日ぬかんから通しますよっていう断りを入れればいいかなと思います。で、さっき言った模擬葬式なんですけど、この報告するじゃないですか、報告しますって言ったその前の日に
本人に死に装束を着てもらって仏壇の前に西枕で寝かせて、枕元に枕飾りもするんですね。あのご飯盛るやつですね。枕飾りをして、それから仏壇に対して、線香12本でお通し立てて、この年齢まで無事に食べる、あのこの運ですね、ラッキーの運ですね、運とご恩をいただきましたと。これからは私も長生きしたから、私の分も子や孫たちに運やご恩を与えてくださいっていう風に拝みます。で、そしたら周囲に家族いますよね、この本人以外に。この周囲にいる人に3回ウェーンウェーンウェーンって泣き真似をさせたって言われてます。で、この風習ほとんどもう現代では見られないんですけど、この人を1回この、模擬葬式で亡くなったよっていうことにすることによって、さっきも言ったようにこの子や孫たち の, あのこの寿命を奪ってるんじゃないよっていう儀式をしたっていうことですね。これが前日までにやる準備ですね。で、十日中への当日は日ぬ監督の神に瓶子うちゃぬくをお供えして、このお米もね、最初で説明したお米もお供えします。で、今日お祝いすることを報告します。仏壇には瓶子、赤飯と稲むずちとか中身汁などのお祝いのおつゆと重箱料理のおかずをお供えします。で、仏壇にうちゃぬくも二飾りするんだよっていうところも説もあるんですけど、ご飯、赤飯もお供えするので、それはもう家庭でどっちもやるのかどうなのかっていうのを判断していただければと思います。で、十日中上の本人はどんな衣装を着るかって言ったら、普通の洋服でやったらっていう人もいるんですけど、基本的には着物です。で、白、青、赤の3枚重ねの祝い着を着るんですけど、これだいたい2、3万ぐらいで、市場とかで売ってるんですけど、現代では、この瓶型の着物を羽織るだけに簡素化されてたりとかします。で、これは黄色のだいたい稲の絵が描かれているものがいいってされているので、だいたい老人ホームとかでやるのはこれタイプになってるんじゃないかなと思います。で、この着物に関しては子や孫たちがお金を出し合って、だいたい2、3万ぐらいで聞いてます。2、3万ぐらいでもう仕立てられた着物を買う。で、その着物を愚僧人、愚僧の着物として使うっていう場合もあります。で、愚僧の着物っていうのはどういうことかって言ったら、85歳以上、もう88歳だからね、85歳以上で亡くなることをだいたいイメージ的には天寿を全うしたって言われるように、もう88歳以上で亡くなった場合はお祝いだと、こんなに長生きしてっていうような考え方があるので、お祝いの着物を着せて赤い鉢巻きをして愚僧へ送る習慣があります。なので、結構この88歳とか、年齢が高くなっていった人は、一番最後のお祝いの時に着た着物を着せて、これを死に装束としてあの世に送るっていうのが結構一般的だったりします。身近な人でも多分この十勝だったりとか、カジマヤだったりとかの着物で送ったよっていう経験はある方がいると思うんですけど、それを分かる人は、あ、トーカチってこういうことをやったんだねっていう、今回の動画 の, この説明に多分くっついてくると思うので、イメージがしやすいかなっていうか、あ、こんなのもやるんだねって。なかなか88歳までね、親戚の中でも自分の親も含めて88歳まで生きた人いるかって言ったら、私の周りいるかな。まず自分の親はまだ88歳まで到達してないでしょ。で、この間病気してるよって言ったおばさんたちも今年3とか81とかでしょ。で、あとは、おばあちゃんの、うちの母方のおばあちゃんの兄弟が、88以上だったね。とか、うちのお父さん側のおじいちゃんの兄弟がちょっとお祝いしたかなって。だからあんまり身近じゃないので、あんまり行ったこととイメージがない。ただお家にこのトカチだけはいっぱいあったね。トカチのね、このお土産だけはいっぱいありましたね。で、この間もちょうどおばさんのお家でこのトカチ、誰のトカチか見てないけど見たね。だからトカチ上はイメージ的にはやっぱりこういうので、もう昔からされてたんじゃないかなって思って調べると、もともと沖縄にあったものではなくて、外来外から来た風習って言われてます。なので、今までは周りがやっぱりお祝いしてっていうのが一般的だったんですけど、今年はね、コロナ禍で盛大っていうわけにはいかないけれども、やっぱりご家庭でお祝いするっていうのは必要かなって思うので、
まあ、同居の家族だけでお祝いをするとか、そういうふうに工夫して行事ごとっていうのを、やっていったらいいんじゃないかなと思います。なので、周りに統括の人がいないか、昭和9年生まれの人がいないかっていうのを、家系図とかあったらこれ一発なんですよ。なので、私家系図作った方がいいよって言ってるのは、お祝いとか、命日とか、この全ての情報を伝えるのに家系図1枚あれば、もうすごく便利に伝えられるので、私は家系図にかなりこだわっています。ということで、今日、統括上88歳のお祝い。ただ、この旧暦の8月8日っていうのは、別で8日日っていう、ヤナムンが出てくる日っても言われているんですけど、8月8日は一応統括上なので、今日はちょっと統括上の、説明をしました。また8日日に関しては別で動画を作ろうと思ってますので、ちょっとそちらをご覧ください。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。